元の姿に戻れる人魚姫。人魚姫はベッドで寝ている王子様に近づくとナイフを振り上げました。その時王子様が寝言を言いました。それは花嫁の名前だったのです。人魚姫の手の中でナイフが震えました。ああ私にはできない。人魚姫はナイフを遠くにの海の中に放り投げました。そして自分も船の上から波の中に飛び込んだのです。人魚姫の体は溶けて溶けて海の泡になっていきます。ある日の放課後、死にかけのウサギを見つけた大吾はそれを安楽死させた。その優しすぎる選択は誰にも理解されず、大吾は学校に行かなくなった。もし私が言葉を喋れたなら、無口でおとなしい大吾の性格も違っていたのかもしれない。学校に行けとか言わないんだね。ここで働いている人がそんなこと言っていいの？もうちょっと、やったー！ありがとう！ありがとう！ほら！わー、かわいい！それ、ありがとう！おめでとう！私たち兄弟は母親が違う。大吾の母親は彼を産んですぐに亡くなった。だからこの子は母親の顔も愛情も知らない。別にいつも通りおしばなでいいよ。絵本作家の父は今、人魚姫の飛び出す絵本を作っている。彼は愛する二人の妻を亡くし、童話の世界に逃げ込んだ。きっと今年も、大吾の誕生日なんて忘れているに違いない。毎年私が誕生日に贈るタンポポの押し花、大吾はそれなりに
楽しみにしているようだった。
ちゃん？キリコ、お前も飲むか。それ今じゃなきゃダメか。父はいつだって逃げてばかり。この家には父親もいないのと同じだ。父にせがんでは
何度も読んでもらった人魚姫の物語。王子に会うため人魚姫は声を奪われた。子供の頃声を失った私は、そんな彼女にずっと自分を重ね合わせていた。せめて私の声が大吾に届けばいいのに。
子。
見たんだな。またウサギのぬいぐるみか。今な、人魚姫の本書いてるんだ。人魚姫はな、声を失う代わりに足を手に入れる。お前は何と引き換えに声が出なくなったんだろうな。容体は見えてるって。またその第五のことなんですが、おそらく以前と同じ状態だと。少しは落ち着いたか。京子の墓参りなんだけどな、今度の命日一緒にどうかな。
ただいま。おかえりなさい。こちら、京子さん。こんにちは。ほら、キリコもちゃんと挨拶なさい。キリコちゃん、はじめまして。京子です。ケーキ嫌いだったかな。お邪魔しますね。揃えてもらいます。ごめんなさい。どうした大丈夫か大丈夫か大丈夫かお腹は大丈夫大丈夫か。いるんでしょ。結婚するの？キリコ、あのな、私が我慢すればいいんだよね。じゃあ飲み物でも買ってくれ。
でした。キリコちゃん、お誕生日おめでとう。生まれた大吾を取り上げたのは私。この人って僕のお母さん？ウサギかぶってたのってやっぱりこの人。大吾、きっとお母さんは僕を連れて行こうとしてるんだ。僕なんか生まれてこなければ。つまんねえな。この前は死んだ母親が来るんだって。わかりました。緊急で対応します。で、キリコさんは？あ、学校に仕事に行きました。できればなるべく早く、もうそこまでの状態であれば少しでも早い方が。わかりました。また連絡します。どうもありがとうございました。
よし、起きよう。よし、起きれるかな。ちょっとごめんね。ちょっと、ダメだよ。キリコ、キリコ、いないんだよ。キリコ、キリコ。だから分かってくれよな、キリコ。おい、キリコ、ちょっと。だからいないんだよ。子供は、あの時生まれないで死んだんだよ、キリコ。だからいないんだよ、キリコ。お願いします。いないんだって、いないんだよ。大悟くんなんて男の子はいないんだ。キリコさんの幻覚なんだよ。おつこ、おつこ、あいつは治るんですか？もしかして一生…事実を受け入れることができれば。弟が生まれてこなかったっていうこと。人間の防衛本能はネガティブな記憶に常に蓋をしようとする。人は基本的に臆病なんです。ただ起きてしまった忌まわしい記憶は
脳の中で決してなくなることはない。でも一度は治ったはずじゃなかったんですか？日常生活に適応できる程度に回復していただけです。そんな。亡くなった女性やお腹にいた子供に対する罪悪感を未だに処理できないまま苦しんでいる。その葛藤が幻覚という症状を生み出しているんです。そんなことは前にも聞きましたよ。今になってなんで再発なんか。もう10年経ってるんですよ。人の心には過去も現在も未来もないんです。子供はあの時生まれないで死んだんだよ、キリコ。だからいないんだよ、キリコ。大悟くんなんて男の子はいないんだ。キリコさんの幻覚なんだよ。最後はいなかったんだ。キリコちゃん、お誕生日おめでとう。どこ？愛する王子様の地で元の姿に戻れる人魚姫。その血を浴びれば美しい声も体も元に戻るはずだった。でも人魚姫は王子をさせなかった。彼女の声は戻ることなく、その魂は泡となって消えた。父の書いた
彼女の顔はとても嬉しそうに見えた。彼女は幸せだったのか、今の私にはわからない。娘を支えられるんでしょうか。妻をあいつの母親を亡くして以来、娘の気持ちがわからないんです。わからないのは桐子さんの心ではなく、お父さん自身の心なんじゃ。自分自身のことがわからない限り、桐子さんだってお父さんの気持ちを汲み取ることはできませんよ。どうも。どうもお世話になりました。いつも通り押し花でいいよ。間に合わなかった。今年の誕生日はタンポポの押し花を作れない。まだそんな風に思ってしまう自分が怖かった。
私の生み出した妄想は一人歩きを始めている。大悟は父に取り付いてこの世に生まれ出ようとしている。病院ってありますかね。いや違います、病院です、病院です。ここら辺に、いやお客さんが今聞いてて、あちょっと。
のことを書き消そうったって無理だって。今ここにいる僕はあの日お姉ちゃんが自分で生み出したんだよ。お姉ちゃん、バイバイ。Thank you.
生日おめでとう。